杉野陽吉は、日本の近代文学研究者、早稲田大学名誉教授、日本社会文学会代表理事、1932年、炭鉱の町、北海道美梅市に生まれる。北海道美梅工業高等学校の機械化に進むも、2年時の国語の教員に影響を受け、国語の教員を目指し、1953年、 早稲田大学教育学部国語国文学科に入学。卒論は、堀立お論で、担当教員は、川添国元。1957年度大学卒業後は、教理に戻り、北海道美梅東高等学校教諭、北海道小樽緑良高等学校教諭、札幌市立朝日川丘高等学校教諭に、 勤めながら文学研究を続ける。1967年、恩師、川添の助言により、大学の教員へと軸足を移し、関東学院女子短期大学専任講師となり、起用や学会誌などに中野茂春の研究論文を発表する。この成果は1979年、大著中野茂春の研究戦前、戦中編としてまとめられる。 1979年、川添の退職に伴う公認として、早稲田大学教育学部助教授となり、2003年、定年退職し、名誉教授となる。この間、平野県に関する研究や、日中戦争下の大陸における文学のあり方の研究を行った。ありがとうございます。